玄福以降引く、慶京四十四年は、江南国の王族。玄朝越南の初代皇帝、吉高三角の同母帝にあたる、玄福の六夫として生まれる。母は、玄士官。慶京三十五年、帝王玄福厚氏の家庭政伐に突き従った。兄の玄福栄や玄福明と共に江南国を滅ぼした西山町に抵抗したが、慶京四十四年に、 玄恵み率いる西山軍に敗北した。玄福栄に従って福国島へ逃れたが、畳石島で西山軍に捕まり西山朝を大いに罵ったため、殺害された。昭湯三年に玄福栄より金鋭手の平ら栄外気号を追蔵され、創設と送りなされた。吉高四年十二月に吉高三角より、翌雲西南、時読み、特進報告上将軍。 大の田持つ国交に追封され、潤化の太病に重視された。吉高十三年には上皇の剛を加造され、天皇や誇らに留守された。民意の地五年、余病に改めて付け死された。民意の地十二年には、老いの民意の地三角より、助けうん、時臣、胸と不臭人礼、通貨軍王号を改めて追蔵され、ただしそうと送りなされた。 承知三年、親君祠らに合肢された。ありがとうございます。